お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュラリアやっていくんですけど、今日はですねこちらホグライダーを極める企画デイ4ですね。はい、4日目というわけでやっていきたいと思うんですけども、前回ねバルキリー型でやりました。というのもゴブドリがね今やっぱ流行ってますので、まあ、対ゴブドリ用にねバルキリーで、今回もやっていければなと思います。で今回のプチテーマなんですけども、その前回の動画ねまたまた見てくださった方ならわかると思うんですが、テスラにすごい縛られました。高めテスラを置かれると端前ね、テスラと相手のプリンセスタワーをね巻き込んでのクエイクが打てないんですよ。だから結構テスラっていうのはクエイクメタのね、カードでもあるというわけで、端前テスラ突破できなかったら、今回はね端前テスラを意識して、相手の端前テスラ読みテスラをね先に置いていたりだったり、来るタイミングで置くだったり、ちょっとテスラ意識してね戦っていきたいなと思います。というわけで早速やっていきます。エンジェルよろしく。さあ、まあ初手はアイスピアウッド等でダメージ稼いでいきつつ、暇あったらまあホグ飛ばそうかなと思うんですけど、これ飛ばし合いますね。暇なんでスケで守れるので。さあ、ユウのダックプリということは、やばい、これユウの走る、まあまあまあダックプリついでにね、ユウのはねスケで完封できるんですけど、ちょっと今位置が悪かったですからね。さあ、これゴブドリ来ましたね。流行りのゴブドリが来ちゃって、ちょっとこれはね痛いけどいい感じに受けれそうで、攻めたるとかやめて、オッケーオッケーオッケー、ギリギリ耐えましたね。今回これね、バルキリーが足んないんですよね。なんかゴブドリ神器デッキみたいな感じで、まあ、ユウのダックプリムートでもう1枚ぐらいあんのかなみたいな感じで、陸でね超攻めるデッキなので、僕はねバルキリーがドリルにも使いたいんですけど、こうユーノであったりダックプリだったりムートであったり、もうバルキリーをね使いたい場面が多すぎるんですよね今回。っていうのでちょっとね、陸系をねできるだけテスラと、ウッドとか ISP とかでできるとでかいかなと思います。そう、今ホグ一発も入れなかったのはちょっと痛いですよね。でテスラ置いてウッドで、スケとテスラはもうちょっと近めにしとくと熱かったかもしれないですね。さあ、ちょっとだけダメージ受けてしまいます。いや痛えな、これテスラもう一個内側だとゴブドリ攻撃してくれて早めにウッド打ってたので、まあ自分のテスラを今回はゴブドリ用にねちょっと低めに置くのも大事かなと思います。これテスラやってくれるよな、なんとなく逆サイにもね攻めてきます。でエレキというのでさっき完封されましたが、今回エレキだけと、まあこれはロケット押しだけとかでいいんじゃない。さあ、こっからですよ勝負は。まあテスラ植えてからが勝負ですからね。あ、金起動してほしくないな、しちゃうかな、まあするよねっていう。でテスラ延命してあげるからのホグを早く飛ばしたいな、ホグを早く飛ばしたいが、さあバルキリーでちょっと早めにね受けていこう。でホグ飛ばして、いいよ、いやいいタイミング。さあエレキ一発ウッドで削りながらテスラ置く、いいね。でこのバルキリーはね前に出したいかな正直。やばい、ちょっと待って、コストか。これスケ打ってあれば守れると思うから攻めます。やばい、ウッドが早い、いやーいいタイミングだった。よし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 。で右サイドは許容できるね。これロケット押し言うのにやられないでほしいな。下がって OK、 下がって OK、 OKOK、 いいね。いやダメージ的には結構追いついてきましたね。でまあホグ飛ばすじゃないですか。クエイクは今回暇しますので、ここ延命とは、これ多分2発殴ったらウッドで壊せる。一発でかい。さあテスラを、これちょっと真ん中置きましょうか。両方警戒しなきゃいけないので、この方が早めに飛ばしちゃいてえな。いやこの言うのがね嫌だな、俺のテスラを壊されるのがマジで嫌だ。さあでこれちょっと左絶対来るからな。よしよしよし、いやいいファイボ、いやでも耐える。でロケット押し残ってる、ロケ方向中で、で多分エレキ来るんですよこれ。エレキ用にスケ追加しようと思ったんですけど来なかったな。一発、いやいいね。二発、あれクエクウッドぐらいのなんかよくわかんないけどそんな感じでいけそう。
さあもう一回ちょっと早めにホグ飛ばしちゃって、よしドリルバルキーで前はテスラアイスピぐらいで、よしよしよし、いいよ、いやめっちゃ来ためっちゃ来ためっちゃ来た、テスラテスラ頑張る、いやロケット押し頑張る、ちょっと待って舞台になってくんな。でもこれホグ飛ばしてあげれば相手施設がないからね、ほぼ確で一発入るんですよね。これちょっと上をこれでアイスピスケで完封、お完封ではないけどオッケー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 。まあこれはね、相手がやっぱ施設ないっていうので、あのホグが通りやすいっていうのでちょっと勝ちやすいのはねありましたね。よし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 、いや今日はねちょっとテスラを引きたいね、テーマであるね高めテスラを芝居ていきたいよね。よし、であとはまあ最初とかにもあったロケット投手の延命であったりだとか、まあ、そういったねと細かいところも気をつけていきたい。さあタルババなので、まあトルネード入りとかは結構ね濃いですよね。ロイジャイトリトンとかもあるし、なんだボンタル遅延スケラかな、うわなんかそんな気がするな、これ痛えな、遅延スケラっぽいよねっていう、非常にっぽいよねっていう、延命できないのかこれ、やばい、あっ今日竹言ってた。でこれ相手がドリル、あードリルじゃねえ、檻咲いたからと思ったけどトルネですね。ふぅ、これは厳しい戦いが始まりそうです。痛い、オッケー、ふぅ、まあ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 、スケルトンラッシュをクエイクウッドと最後に1コスの3456コストで完封毎回して、アイスピ削りだったり細かい削りで勝っていきたいですねっていう、うわーこれが痛い、よし、いやこれな、これ一発も入んねんだよなマジで、これ強すぎるんだよな。さあ問題はその僕のダメージがやっぱ通んないんで、相手のダメージを減らすっていう戦法を取るしかないんですよね。うわぁ、なんかすげえ単体でドラゴン来ちゃった。いや、でも、これは、ややチャンスじゃないのか。まあ、SP 削り、ロケ砲削りもしたいけど、ふんふんふん。これちょっと攻めウッド、あー、クエイク？いや、いらねえな。いや、これは打ってもいいのか。ウッド削りでいいな。無理に。スケルトンラッシュはマジ、打ってば打つだけちょっとピンチになる。じゃあクエイクか打てば打つだけピンチになるんで、いや痛い、オッケーオッケーオッケー、いやでもね問題俺のダメージが飛んねんすよこれよく耐えて、左にちょっと行こうかな、このクエイク いらない気もしたけどいい気もした、一発ナイス、いやこっちサイド来るか、意外と、いや意外と美味しい、こっちサイドはしかも気持ち共有できる、よしよし、いやーでも痛えな、痛えんだよ、なんでそんな入るんだよ、俺のあの頑張った攻めとね気になんないぐらいダメージ受けちゃう。さあここちょっとウッド打って欲しいね、一発欲しい、一発欲しいが、いやファイボー、ちょっと攻めのね一手、降り、いやートルネか、いやーやだよー、なんでだよー、おかしいだろー、これキングにまで食い勝てた方が良かったかもしれないですね。さあちょっと早めに、いや痛えな痛えな痛えな、あと運ゲー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 だけで痛え。さあこれ遅延スケラに勝つのってバカむずいっすよねマジで。なんかホグの通るダメージがやっぱ限られてるじゃないですか、だからどれだけ綺麗に守れるかとどれだけうまくホグを刺すかもあるじゃないですか。うん、一回ゴリラしよう、ゴリラゴリラしてこれだもんな。さあまあまあまあ、クエイクで守れるのは熱いよな。でも
でもダメージが全然入んねんだよな。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。ちょっとテスラ、やばいやばい、ベビーが、あーベビーが、これクエイク防衛にしとけばよかった。いやなんかね、雰囲気惜しいんだけどね、結局勝ちきれてないから。最後のさ、クエイク防衛したらよかったかな、ワンチャン。いやこれでもクエイク攻めに使わなきゃいけないんだよね。いや惜しいよね、雰囲気惜しい。まあ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 、僕これまだ始めてね4日目とかなので、1週間ぐらいあとやればこれにも勝てそうな気はするね。いやマジでね、トルネにもいずれ勝たないといけないですし、まあ、ヤダアメとかにもね勝たないといけないで、まだねテスラにも勝ててないっていう状況なので、ちょっとねめっちゃ頑張んなきゃいけないね。さあ高回転ゴブドリ来ましたね。まあバルキリーだからね戦いたい。でこれ来ました、テスラです、タガメテスラ、これです。これを勝つために今日やってます。でここはまあ捨てホグみたいなもんですね、絶対テスラ。なんでだよ。なんでテスラじゃねえんだよって思うこともすぐあるんですけど、あのスケの枠がスケルトン部隊のちょっと古い方ですね、これだから相手の回転がやや遅いんですよ。だからこれちょっと勝ちやすいっすね。あだからこれ負けたら絶対ダメですね、スケがスケ網になってるからマジで勝ちやすいと思うんですよね。よし、とか言って負けるんだよな。まあ、アイスピスキュットで完封できます。多分。うい、いやー、ちょっと入ったね。で、次は、まあ、金魚しちゃったのちょっと痛いよね。まあ、ロキホから入って、高めテスラも置いちゃおうかな。ここに置いとくと、もう相手はね、きついよ。いや、普通に壊れたな。あれ高めテスラ下手くそですか、僕もしかして。これでも今ファイブを使ったもんな相手。いやインフェかーい、さっきまでなんだとこスキヤミか。おお、まあまあまあ、ドリルを棒で使ってくれたならまあ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 、ありがたいっちゃありがたいよね。一発入るんじゃね。まあさすがにそこまで贅沢ではないか。ファイスピのダメージ200ぐらい痛いね、気をつけたいね。188だっけかなあれ。さあアイスペゲザリーで今回ってウォールブレイカーいないから、まあちょっと気楽で戦えるよね。イーフだったらさ、もうあの高めテスラとかいらないっすよね、ぶっちゃけ。スケアミ、いやインフェか、間に合うか。おお、相手の相手ファイブガンガン来ますね。回転で勝てると思うんだよな、これは。普通に2周目とか3周目とかでテスラあんま置いたらファイブ削れちゃうのかな。いて、いて、いて、いや、インフェ勝て。次ですね。ここもバルキリーホグ行きたいんだよな、ほんとは。行っていい気がするよな、テスラ。当たってる。ホグからの。インフェ、あれ思ったよりすぐ回っちまうな。なんでだ、クララはむずくね。クララはむずくねえか、バルキリー。うん、さあどうしようかな。テスラは多分ね置かないタイミングがいるんですよね絶対。インフェで、インフェってマジで突破できなくないですかこれ。硬すぎて。ホグが、回転がとか言う前に、通んねんだよな。テスラは今回置きません。大事これ。マジ、テスラ置くから回転が遅くなる。で、ここだ、来た。これだ。でもピンチ。いや、インフェ強くね？マジで。どういうこと？でもこれ次だよな、絶対。次でもバルキリーで守られるんですよね。バルキリーボンバー。いや、めっちゃいいよ、めっちゃいい。流れはめっちゃいい。バチクソい、バチクソいよ。これやってけば、相手一生攻めれない説ある、俺の、俺に。
よしよし、もう一生攻め一生攻め、防衛を考えるから負けるんだな、クロロアは。よしよしよし、いいよ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 。え、マジでマジで来てる来てる来てる。でも攻めて攻めて攻めて、いや、めっちゃいい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 めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。でもう一回豚。ちょっと待って、なんで勝ったマジで、いやーマジでよくわかんねえわーこれ。むずくない？まあちょっとやっぱスキャミだった分ね、回転がね相手遅い、インフェだから回転が遅いで、もう攻めまくった俺の勝ちみたいな、そんな感じだったっすけど、ちょっと違うな、俺のなんか求めてたものとはちょっと違いましたよね。さあ SP ウッド、無駄なユニット出さないっすよね。より回転遅くなっちゃうじゃないですか。とりあえずロケット押し出したりとか、とりあえずテスラ置いたりとかするから、ホグの高回転をね活かせないんですけど、流れ分けを減るから言ってよねっていう。うん、取るね。いやー、これロケオが、さあ何でしょうか。今回の相手のデッキはトルネインドラ、トルネインドラのバルキリー、スケラフリーズかな、スケフリーぐらいしかない気がするんですよね。ボーラー入っててベビドラもいて、そうアイスイズ型のスケフリ来ましたね。ってことは今ホグ飛ばすとボーラーかトルネードか、もう一個なんだ、まあ、これでトルネが回ってんのか。エレキ型か、ちょっとレアですね。まあテスラ置いて、いやこれスケラフリーズをどう完封していこうかっていう、まあクエイクか、クエイクゲーですよね多分。よーし、いやいい防衛じゃないですか、美しいですよね。こうやって守るんですよねスケラは。でも一発入ってるの良くないんですよね、これをね完封しなきゃいけないんですよ。上手い人マジで完封してたんだよな、どういうことって感じ。さあインド咲いたトルネか、これを繰り返されるとなかなか俺のダメージの通すのが難しくなってくるな。これ右と左どっち攻めるよ、これクエイクを使うとね危ないんですよねっていう、フリーズがあるんでね相手さん。いや間違いなく、いやでも意外と、あれなんで左がサビじゃ入ってる、マジでなんかよくわかんないんで、これ右をもうちょっと攻めてた気がしたんだけどな。さあトルネで ISP、 おー一発入ってる、でっか、これ今バカでかいっすよあれ、本当に世界変わるっすよ。さあクエク打ってあげて、いやいらんウッドしたな、いやいいエレキだな、いやでもこれエレキさよなら、ふんふんふん、いや勝てそうだな、これ事故って一発入んねえよな、さすがに入んねえよな。さあテスラスケと、たまにはバルキリーとかで守ってもいい気がするんだけどな。思ったより守れねえんだよなそれが。シービューですね。さあボーラー出てきた、ウッドだけちょっと削りたいな、これ絶対右だもんな相手。テスラがちょっとタワーと近すぎてフリーズに巻き込みやすいのがあるかもしれないですねこれ。うん、フリーズいて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 、入りすぎ入りすぎ、いやでもホグも入ってる、相手の攻めとねタイミングかぶせたから、それで結構入ってる、でかい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 、これある、これマジであるマジであるマジである、ボレーボレー、ちょっと高めに出しちゃってロケ砲でね削っちゃいてえなあれ、へへへへへ、やべちょっと竹が、これ防衛クイックダメージ入れたくない、
いや、いいよ。いいよ。いいよ。で、ウッド削り、ウッド削り、ウッド削り。ウッド削り、ダメージ入れたくない。やろうけど逆。さあ、クエイクボーイ、クエイクボーイ、クエイクボーイしとけば一発もダメージ入んなければ俺の勝ちだって。さあ。よしよし。あ、痛い痛い痛い、スケ、スケに痛い、スケに痛い、ボッケ。マジ、スケに痛い、ボッケ。ほんとに。これは攻めクエイクでしょ。さすがに。やばいやばい、待って待って待って、ウケがね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 。オッケーオッケー、来た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 。でけー、これ勝てたの、でけー。まあ、逆サイド対決だったのもちょっとでかいですね。あとは防衛クエイクでよく耐えたかなと思いますけど、もっとスキルのダメージ防いでいきたいかなと思いますね。てか今日テスラじゃなくてトルネばっかっすね。テスラ全然引かない。なんなら一回も、テーマでやってんのに。全然来ねえな。テスラ引きてえな。おお、これはテスラの可能性ありますね。こうやって迫撃の可能性もあるね。さあ来るぞ。まあ、しょっぱな打たなくていいか。あ、取る。ああ、今日トルネ三昧やんけ。マジかよ。なんだ、やりこぶトルネってしかもめず、お、あ、マジやっちゃオールブレイカーだ。俺が使っててホグライダーだけは絶対に負けないやつだ。マジかよ。これマジやっちゃう。なんでそんなの引くかな。え、違うん、え、なんだ、あれうん、迫撃取るね。あ、マジか、ロケ削りとかのやつじゃない、これもしかして、これもしかしてロケ削りいくんじゃない。 IS？ いや、マジで何これ。うん、いや、なんかわかんねえな。わかんねえけど、相性が悪いことには間違いなそうなんだよな。わかんないんだけどね。いや、ロケがあったら相性が悪いね。だって一生防衛トルネされて、ロケ削りで負けるんですけど、ロケがないなら勝てるね。ロケがないなら全然勝てそう。クエイクあるし、俺。さあ。なんだろう。まあ、トルネだよね。ホグ飛ばして、トルネじゃなかったらロケホ削り、トルネ、事故れ？いや、みんな、事故んねえんだな。普通か？さあ、で、暇だから、まあ、クエイク削り。これは多分ね、片サイドに絞った方がいい気がしますね。うわぁ、来た。これよ。これ。クラロワといえば、ロケット削りになってる。ほんとに。さあ、でもこれはちょっと、いやー、でもこれでもいいんじゃない。流れは取りの間に合わなくね。間に合うのこれ。いやー、止まんの。マジめっちゃびっくりしちゃった。これロケ棒で削りたいね、マジで。いや、マジでこれテスラいる。一応置いといてあげるか。いいよ。熱い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 。で、一応こっちにも、いや、ワンチャンあるな。あいつだってキング共有できなくなってくるもんな、これ。いや、ワンチャンあるよ、マジで。いいよ。いい高めテスラだったね、今の。えぐい。えぐい。バグれ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 。取るね。使わねえと入るぞ。うっとー。いやー、なんでだよ、なんでだよ。なんでだ。違う違う、そんなこと言ってる場合じゃない。いやー、低め迫撃か。それちょっとうまい。このタイミングで。うーい。いやー、渋くね。でも、ホグを通すしかないんですよね、マジで、僕。さあ。いやー、この激入るのも痛い。いやー、無理！絶対無理。なんで？これ教えてください、コメント欄で、勝ち方。絶対無理だから。まあ、ちょっと勝てそうだったからね。ロケット誌出さないか。バルキリー、ホグ、スケ、アイスピウッド。あーですね。多分ロケは僕出してたから良くないですね。いつか出さないタイミングを作ってやっていけばミリあったかもしれないっていうか、今日トルネしか当たんねえじゃん。
いやでもなんかホグ使っててトルネに負けるのはなんか尺だな。なんか負けた感しないっすよね。負けてんだけど納得いかねえな。トルネ廃止しろっていうみかんさんの気持ちすげえわかるな。トルネかわしろっつってんだろって。いや確かにその気持ちわかるな。今まで俺トルネ使ってた側だからさ、トルネ配信しろっつったんだろって、本当にマジで今日トルネしかいねえやんけ。マジかよ。マジ本当に、えトルネだろよ。スケラ、あーまたスケラちゃんだ。もしかしたらエレジャイちゃんの可能性もある。うわー最悪だ。もっと嫌なの来た、もっと嫌なの来た。で、アイスピをできるだけテスラのこのギリギリでね。いや、マジで。え？お、これ、負ける気せんけどな。来ましたね。ウルトラバルーンです。クエイコーグの超勝てない相手。一発。二発。まあ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 。逆サイドいけてるのでかいね。テスラアイスピでバルーンを抑えたいですね。で、あとロケット星と。気合でね。さあウッドでスケはまあ一応出しとくか。あ、スケも囲めなくなってる。トルネの圧がえぐい。まあまあテスラアイスピ、でフリーズなのでロケット押し同サイでよくて、さすがにここには来ねえか。これ左に何来るだろうな。ボーラー回ってないですよね。あーで、トルネかな。まあ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 。それぐらいはいいとしましょう。ロケを延命してあげて、延命しろ。OKOK。で、ウッド削り。でも、これの繰り返しっすよね。いつかクエイク打てたら打つみたい。で、2倍タイマー、テスラなんか置いてから、2個並べてたんですよね、上手い人。マジで。え？っていう。先に出しちゃうのって思うじゃないですか。2個並べるんですよね。マジ。っていうのを僕見ました。ここに2個並べました。うまい人。そしたらバルーン絶対釣れるんですよ。そうそうそう。いや、これ、うまい人言ってたやつ。いや、いい、完璧。いや、いいよ。急に。先置きテスラやりたいな、もう一回。いや、そっちの方が削れるやつ？これ、アイスピいるかな。一応フリーズ誘って、いや右サイ対決したくねえな。もう一回ここにテスラ2個並べるんですよ。絶対釣れるよね。よしよし。でフリーズ来る。もう一回こっちにね。いらねえかな。いや一応ね。でこれ右にユニット絶対出るから、そのタイミングでホグ飛ばして、まあ取れねえかな。いやワンチャンあるな。マジで頑張ってる。やるな。ありがとう。俺が一番びっくりしてるから、対戦相手くん。さあ、ウッド削り。トルネ使ったもんね。で、テスラを2個並べる。やばい、1個低くなった。これちょっとやばい。逆サイドこのタイミング来たもん。しかもやばいよね。さすがに来ねえのか。このタイミングで逆サイドって普通。普通来るよね。テスラこれ引きけど釣れんのかな。やっけ、釣れる。釣れると、並べる。いや、マジでこれだ。2倍タイム入ったら、先置きからの、なんか並べるね。双子テスラしてあげて。いや、いいよ。あと左サイドを。いや、ロケを殴ってほしいな。いいトルネだ。さ、問題。いや、ここはこう、置いておくて、タゲ取って、ホグも飛ばしてあげて。いいホグ。いいホグだと思うけど、もうちょっとダメージ入ってほしい。やりたい。ボーラーやめろ。マジやめろ。ちょっと、いや、このホグ絶対ダメ。いや、でも時間か。いや、これ一回クイック我慢しよう。マジで我慢。テスラ並べて、で、小物で回して、テスラが生まれてくる前にフリーズ打たれたらやばいんだね。いや、来た。あっつ、ちょっと待って。え、すごくないこれ。ちょっと待って、涙出そう。いや、これはやばい。俺もマジでびっくり。
いやこれいいね。2倍タイムはもう先置きテスラね、2個並べ戦術、これ皆さんぜひやってみてください。勝てます。よし、いやマジででかいね。今日トルネー回ですね、まさかの。全然テスラじゃなかったわ。よし、ちょっと最後もう一回勝って今日締めますか。テスラに勝ちたいんですけどね。よし、よろしく。いや今のやばいよな。よく勝った、よく勝った。ああ ESPA、 これ無視ってことは大型じゃない？高回転だったら絶対受けてくるもんね。さあババ君ってことは、まあ、ラバーとかの可能性がね、濃いのは濃い。いやなめっちゃくちゃん。いやですよね。さあこれはウッドでしばいて、オッケー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 。多分ラバル。いやラバルか、これもないと。ホグって強い相手っていうか、きっちい相手多くねーっていうね。さあちょっとインドラ来るからアイスピー左に流してもよかったっすね。これやべ、ちょっといっちゃおう。なんか相手さ、ババサイってさ、ディガーとかしかないよね。一応ちょっとザップが来るかもしれないんでね。アイスピーがあるね。ちょっとやりすぎぐらいがちょうどいいみたいなとこあるよね。おいおい、あやりすぎだったね。これ終わったっすよね、俺。守れますよ、これ。なんか、バルーンをテスラアイスピで守りたい気もするんですけど、どうなんだろうな。これもう終わったっすよね、俺。どう守るんだろうな。やっぱ終わったっすよね。ホグ飛ばしちゃおう。さあこうなるはまあしょうがないですもんね。不可抗力みたいなもんですよね、こうなってしまうようになってるもんね。でこれディガーが、あーオッケー、これ攻めでディガー使われてた、多分終わってたっすよね。いやーマジで怖え。いやえぐ、これラバル、ラバルちょっと助けてこれやばいって。テスラ先置きゲーか。テスラ先置きゲーだ。結局あれなんだな、テスラを先に置くのが大事ってことなんですね、クラローは。 OK、 1本折った、1本折って、いやナム使った。いやこれ絶対やんかったの。いやいったな、ナイスナイス、ロケホーちゃんいいねいいね。あれ急に俺の時代が来てる。相手がめっちゃ防衛してくれてるからな。これ、ケツラバとかぶれ。うわ。真ん中ババとか来たら終わる俺。いや、これ、アイスピで延命してあげればよかった。いや、大丈夫でしょ。え、やばい。おお、奇跡。勝った。これ、あい、なんかたまたまで、左側のタワーか。左側のプリンセスタワーがバルーン殴ってくれて助かったですね。相手の神ザップが。よかった。マジで無事勝てました。というわけで。今日はね、ちょっときついの多かったっすね。なんかテスラ一回も当たんなかったっすけど、トルネー超当たって、トルネーなーこれ、トルネー相手もちょっとね、いろいろリプレイ見てまた学んでおきます。もっともっとね、ちょっとホグ上手くなっておきます。今日はちょっとバルーンに勝てたのはね、収穫かなと思います。テスラ2個ね。よし、今後ともね、ちょっともっともっとホグ上手くなっていきます。頑張っていきたいと思います。だけでよければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。お疲れちゃんでした。またね。